はい、皆さんこんにちは、ヤブザルです。というわけで今回ですね、シティチャレンジね、シティチャレンジやんのって思った方いると思うんですけども、僕結構どんぐらい前から、半年ぐらい前に一回シティチャレンジをねやってるんですよ。クリアしてるんですけども、その時はね、シティチャレンジおそらく確かコンティニュー全振りしてやった記憶があるんですよね。確かね、その時のあの装備品ちょっと写真載っけとくんですよ。こんな感じでした。はい、というまあこんな感じでねなってるんですけども、現在僕はね、これほどの装備が整っているので、今やれば余裕で勝てるのではないでしょうか、ということで、ちょっとね、ちょっとねやってみようかなと、今ちょっと言いまくったんですけども、やっていこうかなと思います。余裕でしょ皆さん。いや、こんだけ装備取ったんですよ、負けるわけないでしょ。はい、早速やっていきましょう。いや、あのね、その最初これそうですね、メガチャレンジャーね、次々に、バフとデバフが切ってくれるんですけども、移動速度プラス 40%、 モンスターが一層のシールドを獲得する。ああ、はい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 。いや、だってもう当時、その時だってね、ペットのシステムもなければ破壊、待ってほしいな。どうしよっかな。火炎瓶でいっかな。はい。ねえ、キングだって言えなかったわけで、その時はね、コモンでやったんですよ、確か。はい。でね、S級装備もね、やっぱ、レジェンドなってなかったわけで。でね、今となってはね、スキルをね、何取ればいいかとかっていうので、あんまり分かってなかっただろうし、その時はね。で、テックパーツもね、やっぱ、増えてってか、揃ってきてるんで、揃い出したんで、最近ね、やっとレジェンドだったりね、してるので、いやー、これはさすがにね、負けませんよ。これで負けたら、これで、いや、一回もコンティニューしないと思うんだよね。一回も。いや、絶対、いや、一回もコンティニューしないって、絶対こんなん。火炎瓶。一応ね、URL 貼っときますので、俺が初めてなのかな、多分リベンジだ動画だと思うんですよね。多分一回、俺多分やって、負けて、で、その次にリベンジ動画出してると思うんで、このリベンジ動画かな。リベンジ動画の方をちょっと URL ね、概要欄に載せておきますので、ぜひね、今の僕と、当時の僕ちょっと見比べてみていただけると、幸いでございます。はい。シティチャレンジの最大の難関としては、やっぱり、即死があるんですよ。ダメージ食らった瞬間に即死っていう結構鬼畜なルールがあったので、そこさえ、てかそれを完封できるのであれば、もう多分余裕なんですよ。で、絶対余裕なんですよ。だって、クマラッシュでもないから、多分これクマラッシュとかなかったと思うから、あれ取んなきゃやばい。俺あれ取んなきゃやばいわ。でも、ある程度調子乗ってると、ちょっと痛み見ると思うんで、あんまり、こう、調子には乗らないようにしようかなと思います。負けないと思うけどね。多分負けないと思うけど、ただガーディアンちょっと取得しときたいなっていう気持ちはあるんで、ちょっとガーディアンは出てきてほしいんですけど。いや、負けねえだろ、これ。多分ね、皆さんもね、やってたらわかるよ。あ、自分がどれだけ、ダタサババ頑張ったんだなっていうのが、多分、これシティチャレンジ、だってこれ、実装当初、クソゲーだったよ、マジで。どれが、ほら、もう、ほら。まあ、最初は余裕か。うん、最初は余裕ですね。うん、いやー、俺も、頑張ったんだなーっていう、ほんと、頑張ったかな、うん、課金頑張ったかな、課金頑張った気がするわ。磁石ありすぎだろ。いや、当時はね、やっぱちょっと、実況まだね、今も不慣れなんですけども、ええー。まあでもその時と比べたら、まあそこそここう言葉で出てきてくれてるんじゃないでしょうかね。わかんないけどね。あんま変わってないかもしんない。もしかしたら。どうせ、だって半年前だから言うて変わってないかもしんない。2、3年ぐらいしたら変わるかな。2、3年ぐらいしたら俺もちょっとね、ハキハキ喋れるようになってるのではないでしょうかね。まあ2、3年続けてるかどうかわかんないけど、まあ続けてると思うけど。なんか事故とかでなんか何かが起きない限りはやってると思うんだけど。さあ、ボス戦だ。
ほら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 、もうもうもう、ほら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 、もう弱い弱い弱い弱ー。あ、そうだ、出た。そう、アイテム吸収状態になるんですよ、これ。うわー、だる。ちょっと待って、うわー、だるい。うわー、すっごいだるい。ちょっと待って、すっごいだるい。うわー、サッカー、ちょっと待って、うわー、サッカーボールにする。いや、ちょっとドリアにしとくか。うわー、だる。うわー、これね、めんどくさいんですよね、これね。ちょっとめんどくさいんですよね。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしようもクソもないんだけど、どうしよう、どうしよう、どうしよう。モジュールしといて、いや、ちょっと待って、あれが来てくれないとちょっときついもんがあるんだよね。あ、違う、これじゃないんだよな。これじゃないんだけど、あれが来てくれないと、あれが来てくれないとちょっと怖くて、ドローンの黒ドローン来てくんないとちょっと、黒ドローン来てくんないとちょっと、困るっていうか、ああ、ガーディアン来てくれたの嬉しくて、ガーディアン来てくれたのいいんだけど、ちょっと黒ドローン来てくんないと、エナジーキューブしといて、これね、いつ即死くん、次くんのかな、次即死が来て、あったあった、こんなんあったな、もう余裕じゃん。これ HP も1しか回復しないじゃん。あれ ?HP が回復しない仕様なんだっけこれ。あれ、あ、バフ見てな、デバフ見てなかった俺。あ、やべ。これ、あ、なんだった、見てなかった。ガチで見てなかった。本当にごめんなさい。いや、一瞬、いや、これ負けねえわ。絶対負けない、これ。逆に、どうやって負けれるんですかこれ。負け方を教えてください、これ、これで。いやー、出なかったか。どうしよう。いや、まあ、ドローンなくても多分大丈夫だと思うんだけど、普通に。うわ、あーっと、危ない、危なかったよ、今。危ない。うわ、やっぱ、ダメだ。やっぱ、気を抜いたら死ぬ。気を抜いたら死ぬゲームだ、これ。ダメだ。やはり、ガーディアンは、大事ですね。やっぱ、ガーディアンあれしないと、やっぱダメだ。あれ、これ、まさか、一発食らったら即死。いや、違う。いや、違うと思う。さすがにまだ違うと思う。あれ、これ即死出てきた。あー、ごめん、見てなかった。ごめんなさい。いや、だが、油断しなければ、絶対大丈夫だから。危ねえ、死にかけた。こんだけ大口叩いといて、これもコンティニューしたら、恥ずかしいだけだからね。メガチャレンジもね、新しいの来てほしいんですよね、やっぱり。メガチャレンジ来てくんないと、もうね、メインチャプターも終わっちゃって、かといって、メインチャプターのメインチャレンジか。メインチャレンジもさ、別にあれ動画にするほどのものかって言われたらそうでもないから、まあ、ライブ配信とかでね、メインチャレンジ10個進めますみたいなのもやってもいいと思うんだけど、ただ俺ね、ライブ配信ちょっとね、やり方わかんないんで、やりたいんですけど、やり方がわかんないから、ちょっとね、渋ってるんですよね、普通に。どうせ俺のライブ配信なんかみんな見に来ないと思ってるから。いや、前も言ったけど、俺、ナタサバイバーする前にね、いろいろやってたんですよ。プラトゥーン実況とかね、いろいろやってて、おお、2匹来た、2匹来て、はい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 、まあ、いや、余裕ですよ。スプラトゥーン実況とかね、その他いろいろやってたんですけども、時の流れが速くなります。HP が 30% 以下の場合、攻撃力 30%。 おー、あれ、あ、じゃあさっき即死だったのか、やっぱ即死だったのかな。ダメージ食らったら即死だったんかな、やっぱり。そう、一回ね、スプラトゥーンのね、実況をね、ライブ配信、実況、スプラトゥーンをね、ライブ配信したことが一回あるんですけど、まあ、誰も見てくんなくて、まあ、それはそうだよね。それはそうなんだよ。それは知ってたんだけど、それでね、俺ちょっとライブ配信はね、ちょっとね、ビクビクしてるんですよね。怖い。なんか一人で喋ってても、ね、やっぱつまんないから、やっぱみんなが見てくれるんだったらさ、ライブ配信の方が盛り上がる、そのリアルタイムで盛り上がれるとは思うんですけど、ちょっとね、まだ不安、まだ早い。俺にはまだ早い。やっぱね、せめてチャンネル登録者数がね、やっぱ1万を超えない限りは、ちょっとライブ配信はね、ちょっと怖いところがあるんで、バーガー推進機。まあね、そこまでちょっと、見てくれるね、方たち、いてくれたら嬉しいんですけども、なかなかね、そういうわけにもいかないからね。まあもうここまで来たら余裕なんでしょうかね。これはもうね、余裕ではないでしょうか、これは。はい、恒星の爆薬。いやー、昔の俺はこんな簡単なクエストも手こずってたんだなー。やはりこうやって見るとやっぱ成長っていうのが伺えますよね、本当に。
素晴らしい。もうすぐ1周年なんでね。いや、1周年ね、なんかいろいろ出てきそうなんでね、ちょっとお金はね、用意しておかないだなという気はしてるんですけどね。いや、いろいろありそうで面白そうなんですよね、1周年は。なんかいろいろさ、なんかイベントとかなんかやりますよって書いてあったんだけど、本当かなって思うんだよね、毎回。このゲームに至ってはマジで。本当にそんなやんのって思う。ちょっとね、若干ちょっと疑ってる俺は。なんか3つぐらいあったけど、あんまり期待しない方がいい。なんか俺このゲームであんま期待しない方がいいってのはね、思った、最近。変に期待するとがっかりしちゃうから、どうせこのゲームは、言うてだろうみたいな。そんな言うてなゲームだろうみたいな。いうふうにね、考えてるんで、まあ、あんまり、まあ、1周年だからってね、あんまり期待せずに、しておくつもりです、僕は。過度な期待をしちゃうとね、その分ショックが大きくなっちゃうんでね。いや、待って、ガチで余裕すぎる。マジで余裕すぎる。簡単じゃん。さあ、残り30秒になりましたが、まあ、余裕ですね。もうこんなん一回も死ぬことなく、一回も死ぬことなく余裕で勝利。さあ、ボス戦が来て、さあ、ボス戦が来るが来るが来るが、さあ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 、弱すぎる。ありがとうございます。見たみんな。はい。まあ、みんなもね、どうせ余裕なんだろうけど、まあ余裕でしたね。はい。めちゃめちゃ余裕でした。いや、なんかこうやってやると、うわ、俺結構頑張ったんだな。半年間でもって思いますね。本当に。はい。というわけで、無事化しました。さっきも言ったんですけど、その時の、当時の僕のじゃあ、動画ね、概要欄に貼っておきますので、よかったら、ぜひ見てあげてください。どんだけ変わったのかね、あんま変わってないかもしれないけど、はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。さよなら。バイバイ。